いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのそらです。今回は兵庫県加古川市にある泊神社に行ってきたんやんか。ここのね、神社さんは宮本武蔵ゆかりの神社なんだって。宮本武蔵大ファンの方、あと歴史が大好きな方は、ぜひこの泊神社遊びに行って、本当ね、素敵な神社さんやったんでね。赤ちゃんの神様、若い神様、あとはベテランの神様、本当ね、いろんな神様がいてたんやんか。本当ね、優しい神様で、もうね、この神社がもう本当大好きって。で、この町が本当大好きって言っとったんやんか。だから、神社参拝に来てくれる人に、幸せになってもらうために、そのね、働きかけを本当やってるって。そうやって言っとったんやんか。で、神社の外、ね。神社以外のこの町あるでしょ、ね。加古川の町を、本当にね、そこに住む人間さんが幸せになってもらいたいって、そうやって思って、もうずっと働きかけをやってるんだって、ね。そういう、ほっと優しい神様がいる神社さんなんで、ね。ぜひね、もう神様が大好きって、ね。そうやって思う方、ね。そういう方も、ぜひこの泊神社行ってあげてね。ほんと素敵な神社さんやったんでね。んで、ちょっと一つ面白いお話を今回聞かせてもらってて、皆さんね、例えば境内やったらご神木とかあるでしょ？まあ公園とかね、地元の公園とか行ったら木生えてるでしょ？山に行くんが好きな方は、で山行ったら木があるでしょ？皆さんは、ほら、お気に入りの木ってね、そういうものがある方いてると思うやんか。私はもうここの神社行ったら、この御神木ね、ほんともう大好きなんだってね。だからよく触ってるやんかとかね。山登るんが好きでね。いつもあそこのね、山にあるあの木ね。あそこを目指していつも登山楽しんでるんやんかってね。で、行ったら元気もらうためにペチャペチャ触ってるんやんかってね。そういう方いてると思うやんか。これ、神様がアドバイスしてくれてたんやけども、もちろんね、木触るってことはすごくいいことやからね。木さんもすごく喜ぶし、神様も喜ぶからね。よくね、木ってみんなが触るから、なんかほら、人間の邪気が付着してるから、触ったらあかんって、そういう声もあるけれども、木っていうのは地球からエネルギーをもらってる。ね、ほんで木っていうのは神様が担当してるから、ね。そんな少々人間さんがペチャペチャ触って付着してしまった邪気なんて簡単に浄化されるから。ね。だからあんまりそんなんは気にしなくてもいい。ただ、なんか気を傷つけないように触ってあげるっていう、なんかこう心配りみたいなものね。気遣いみたいなものは必要やけれども、基本的にね、なんか他人さんのその邪気が付着してるから触ったはダメとかって。まあそれは心配しなくてもいいんで、ね。まあ機嫌よ。お気に入りの木があったら、触ってほしいやんか。んで、木を触ったら、木からパワーもらうことができるでしょ？ね。ほんで、その木を触ってる時以外、自分の私生活あるでしょ？その私生活も、やっぱり、その木のエネルギーって、叶うなら、そのパワー、もらいたいなって、そうやってね、思う方もいてると思うやんか。ね。これね、お気に入りの木があったら、例えば、枝でもいいし、落ち葉でもいいし、なんか木の実でもいい、どんぐりとか松ぼっくりとか、ね、あんなんでもいい、ね。地面に落ちてるでしょ？その木から落ちてきたもの、ね。それを、もらえばいいの。んで、持っとけばいいの。んなら、その木さんのエネルギーは、その落ち葉とか、どんぐりとか松ぼっくりに入ってるからね、持っておけばいいの。ほんで、例えば、お家にいてて、お気に入りの木のパワーもらいたいなってね、そういう気分は持って帰ってきた。例えば松ぼっくりとかどんぐりとか触ったらいいんやんか。ほんで、胸に当てたらいいの。ね。ほんなら、エネルギーもらうことができる。ね。でも、やっぱり、松ぼっくりとかどんぐり、落ち葉、枝とかって、
ね、もの、もうその、ほら、木からもう離れてしまってるから、やっぱりいつかはエネルギーっていうのはなくなっていくんやか。木っていうのは地面から生えてるから、常に地球からエネルギーをもらってるから、木ってエネルギー満タン、常に満タンやけども、やっぱりほら、落ち葉とか枝、ね、松ぼっくりとか、あんなもう木からね、離れてしまってるから、ある程度まで来ると、ここに溜まってるエネルギーってなくなってしまうやんか。そんな時は悲しいでしょ？せっかく持って帰ってきて、ね、大切にしてるのに。そんな時は、窓際でいいから、日当たりがいい部屋あるでしょ？日当たりがいい部屋の、窓際でいいから、そこにね、持って帰ってきたやつ、ね、松ぼっくりとか、どんぐり、ね、枝とか、そこに置いて、日向ぼっこをさせてあげたらいいの。ほんなら、また、エネルギーがチャージされるの。ね。そういうふうに扱いことができるから、ね。だから、日向ぼっこをさせて、で、また、夜の時間帯、あ、なんか木のエネルギーが欲しいなって思ったら、ね。またそれを握って、胸に当てて、ね、エネルギーを感じてくれたら、エネルギーがね、もらうことができるから、ね。ぜひこういうのもやってみてくださいって神様アドバイスしてたんで、お気に入りの木がある方、ね。お気に入りの木がある方は、そこのね、木から落ちてきたもの、ね。無理に引っぺがしたらあかんよ。ね、ちゃんと落ちてるものね。枝とか、落ち葉とか、どんぐり松ぼっくりとか、木の実とか、あんな、ぜひ持ち帰って、ね。エネルギー、家にいるときでも、ね、職場おるときでも、ね。ぜひ、エネルギー、ね、パワーをもらってね。ほんで、もう、ある程度、もうボロボロになってきたら、もう普通にゴミ箱に処分してもらって、何も問題ないんで。必ず、もうこれ捨てますって心の中で宣言したら、ね、そのもののエネルギーを抜けてしまうから、ね。だからただのものになってしまうから、だから安心して、普通にゴミ箱に捨てて、ね、処分してもらって大丈夫なんでね。ほんで、あとね、この神社、太陽の神様が、いてたんやけれども、女神様ね。で、その女神様から今回お話、預かってるんやんか。この話を YouTube で、皆さんにしてあげてくださいってね、そうやって言われてるお話があるのね。それを今から、皆さんにね、聞いてもらおうって思ってるんやけども、二つね、今回お話があるんやんか。まずね、一つ目のお話は、人間さんって、ポジティブ、ネガティブ、ちょっとね、考えすぎやと思いますよって、そう言ってね、神様言っとったんやんか。ちょっと考えすぎちゃいますかって言っとったんやんか。で、それがね、神様がすごく気になってるんだって。まあ、もちろんほら、幸せになるためには、ポジティブ、すっごく必要なことでしょ？ね。やっぱり、ポジティブじゃないと幸せにはやっぱなれないよね。だからポジティブはすごく大切。ね。でも、ね。ポジティブって考えすぎやと思いますよって、そんなに考えなくてもいいんだよって言ってるのね。人間さんっていうのは毎日モチベーションって違うでしょ。テンションなんて毎日違うでしょ。昨日をすごくテンションが高かったね。そういう気分やった。でも、翌日ね。昨日と同じテンションじゃないでしょ。ね。でも、多くの方って、人間さんって、昨日はテンション高くできてたのに、なんで今日はできひんやろうって悩んでるんやんか。これポジティブも一緒やんね。昨日をポジティブにできとったのに、なんで今日はポジティブになられへんやろうって。なんか考えてしまうって。なんか、もや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 するって。ね。ほんと、毎日、テンション、モチベーションって違うから、ね、ほんと、数時間単位で変わるから、だから、ポジティブ、ネガティブって意識しすぎると、なんで朝はポジティブやったのに、ね、今は、ポジティブになられへんやろって。なんで朝はって、たった数時間しか経ってないのにって苦しんでしまうやんね。だから、そんなに、ポジティブ、ネガティブって考えることじゃないんだよって、そんなんは自然な流れに任しとったらいいって、ポジティブな時はポジティブな行動をしとったらいいし、ネガティブな時はネガティブなままでいいって、ね。
もうしんどかったら寝とったらいいんやし、やる気がなかったら何もしなくてもいいんやしってね。だからちょっと考えすぎてる。考えすぎて自分自身でなんかこう振り回されてますよって。それが神様が気になるんだって。ね。ネガティブになった時、やっぱりこうネガティブってあかんから、あかんあかんって気持ち奮い立たせなきゃって頑張るでしょ？ね。でも、ネガティブっていうのは、すごくね、必要な感情なの。ね。だから、僕たちは、ネガティブな感情を持ってるの。ね。ネガティブにならないと、ポジティブにはなれないから。ね。絶対この世って、対になるものがあるから、ポジティブとネガティブって両方必要なのね。ネガティブな時っていうのは、やっぱりほら、なんか普段、ポジティブって言っても、なんかやっぱいろいろ考えることがあるから、ね。多少なりとも不安なことだってあるやろうし、心配事だってあるやろうし、やっぱそれが蓄積していくんね。で、ある程度溜まってくると、やっぱり、ドヨーンとしてくるの。ね。そんな時は、一旦、もうそこで立ち止まって、もうそのネガティブな感情でいるっていうことを奮い立たせない。奮い立たせて、ごまかせて、ごまかして、ね。なんか、ネガティブな上に蓋をして、ポジティブな感情を無理やり乗せていっても、絶対ネガティブって膨張して爆発してバーンってなるからね。だから、一旦立ち止まって、あ、休息が必要なんかなとか、ね。最近睡眠時間が足りてへんかったかなとか考えすぎてたかなって、ね。そういうふうにちゃんと受け取って、まずは、ね、しっかりとネガティブな感情を出してしまうっていうこと、ね。気分転換してポジティブにしなきゃとかね、どっか気晴らしに行ってって、ほんなら絶対変わるはずやって、ポジティブに切り替わるはずやってね、あんな無理なことはしないっていうことね。まずはしっかりと吐き出すっていうことね。だから吐き出したら自然とポジティブになるからね、ほっとっても勝手にポジティブになるから、もう吐き出してしまったらね。だからまずは吐き出す、デトックスをするっていうこと。ね。ほんで、あとは、ネガティブな時って、ほんとね、必要な、ね、時間なんやんか、ネガティブって。ね、ほんと必要なんやんか。ネガティブっていうのは、やっぱり、僕たちっていうのは、時々は、人生、ね、振り返るっていうこと、ね、日々の生活振り返るっていうことは、絶対にしないといけないやんね。もう、それいけ、やれいけって、もうポジティブだ、ポジティブだって全身あるのみなんて、これすっごく危険なことやんね。必ず初心って忘れてしまうから、それいけ、やれいけやったらね。だから、ちゃんと自分は今本当に正しい道にいる、ね。無理してないかなとか、いろいろ自分を確認する作業って必要やから、振り返るっていうことが必要なんで、ネガティブってどうしてネガティブな感情になるかっていうと、ね。自分自身の魂さんが、ちゃんと自分自身を振り返る時間としてネガティブを作ってくれてるの。だからネガティブになった時は、しっかりとデトックスをして、ほんで、これまでのね、日々、自分ってどういうことやっとった？ね。どういう行動をしとった？どういう発言をしとった？ね。どんな感情があったとか、そういうのをぼーっと考えとったらいいの。ね。んなら、それができたら、自然とポジティブになっていくから、ね。振り返るということで頭が整理整頓されるでしょ？整理整頓されたら、自然とポジティブになっていくから、整理整頓されないから、いつまでも、なんかごちゃ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 して、ポジティブにはなられへんからね。ほんとね、自分を振り返るって、ポジティブな時はしないから、ね。やっぱ調子いい時って、このまま自分が調子がいいって信じて疑わないから、だから自分自身を振り返るっていうことしないでしょ？ね。やっぱりネガティブな時やからこそ、ああ、そういえばなんか、ああいう行動してたかなとか、ああいうちょっと嫌な言い方な自分もあったかなとか、ね。だからちょっとこういう状況になってしまってるんかなとか、ね。やっぱネガティブな時しか考えれないことやからね。だからネガティブって本当必要な感情ね。幸せになるためにネガティブって必要なのね。だからネガティブも別に否定することじゃないのね。ポジティブだけが必要なわけじゃないのね。両方必要なのね。で、さっき言ったように、やっぱり数時間単位で
ポジティブ、ネガティブ、ポジティブ、ネガティブって、ね、もうコロ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 変わってるからね、そんなことを一回一回気にしてても大変でしょね。神様はちょっと考えすぎやと思いますよってね。あれはもう本当自然な流れに任しとったらいいからね。ポジティブ、ネガティブって勝手に自然な流れでポジティブ、ネガティブって決まっていくからね。それをなんか無理して自分をコントロールするみたいなことしなくていいからね。だからポジティブ、ネガティブってそんなに考えなくていいことなのね。考えなくていいことなのにかね。だから、ちょっと気にしすぎかなって神様はそうやって言ってたんで、ね、あんまりポジティブ、ネガティブって考えずに、日々、ぜひ皆さん、笑顔で過ごしていってね。んで、あともう一つ、ね、もう一つ、お話を、聞かせてもらってるんやけども、次はね、時期の話なんやんか、ね、何か、こう、やりたいことあるでしょ？ね。あ、あれやりたいなって、面白そう、楽しそう、これやりたいなって思うでしょ？ね。神様は、言っとったんやけども、時期を気にしすぎやと思いますよって言っとったんやんか。これどういうことかっていうと、あれやりたい、これやりたいと思うでしょ？ね。ほんなら、人間さんって、多くの方って、これ気にするんやけれども、じゃあ、どのタイミングで始めたらええんやろか。どのタイミングが一番ベストなタイミングか。ね。このタイミング、ベストなタイミングで始めたら、きっと物事はスムーズに進むはずやって。だから時期的なことをすごく気にする方が多いって。ね。それは考えなくてもいいんだよって。ね。そうやって時期を気にしている人、考える人、ちょっと多いと思いますよって。神様こうやって言っとったんやんか。ね。あ、これやりたいって思うでしょ？それが一番ベストのタイミングなんやか？ね。あ、面白そう。あれやりたいって。テンション上がってるでしょ？テンション上がってるっていうことは、これベストなタイミングっていうことね。だから、まあ、些細なことやったらもうすぐに行動したらいいし、なんかちょっと、ね、大掛かりなことやったら、もう、とりあえずなんか調べ始める。ね。もう今ほら、もう多くの方がスマホを持ってるわけでしょ？ね。調べ始めるって、テーブルにあるスマホを手に取って、ね。ポチポチって触るだけでしょ？ね。そんな、なんか大掛かりな作業じゃないでしょ？ね。だから、何かこう、大きな、ね。計画が必要になってくるものは、もうとりあえず、ね。調べ始めるって、ね。それが、本当ね、あって思った時はもう、ベストのタイミング。例えば、じゃあ、あ、これやりたいな、面白そうってね。ほんなら、まあそれを誰かに相談して、じゃあ3ヶ月後がすごくいいタイミングだよ。3ヶ月後に始めたらいいよってね。そうやって言われて、じゃあ3ヶ月後に向けていろいろね、準備していこうってやっていくでしょ？ね。でもさっきの話で言ったけども、人のモチベーション、テンションなんて、もう数時間単位でコロ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 変わるんで。んで、例えばね、うわ、これやりたいって思って、でも、その3ヶ月後、このタイミングがいいよって言われるこの3ヶ月間って、ね、ポジティブ、ネガティブ、ね、モチベーションなんてもうコロ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 変わるでしょ？んで、たまたま、その3ヶ月後、ね、このタイミングに、もうネガティブな時に入っとったら、これ多くの方はこういうことやるんやんか。ネガティブ。めっちゃ今ネガティブって。もう何やるにも億劫やって。そんな時に3ヶ月後にやったらいいよって言われてた。あ、どないしよう。これ始めてしまわないと。でも気持ちが乗らない。どないしよう。ほんなら多くの方がやっぱね、奮い立たせるっていうことやるんやんか。ポジティブにならなきゃ、モチベーション上げなきゃって、さあ気分転換やってね、どっか気晴らし行って、もう無理やりモチベーションを上げることをやるんやんか。ほんで、無理して始めようとするんやんか。そういう方っていうのは、自分がやりたいこと、好きなことっていうのは、なんかね、すごく大変なこと。ね。やっぱりもう努力だ、根性だとか、
ね、ストイックとか、そういう風に頭は働いてしまうの。ね、好きなことをやるにも、やっぱそんな甘くないよね。いっぱい努力せんと、ね、やっていかれへんよねって。そういう風に思ってしまうやんか。好きなこととかやりたいことっていうのは、ね、自分が心から望んでることやから、努力は努力と感じひんねんやんか。ね、やっぱり好きなことでも何かね、努力は必要やと思う。ね、なんか例えば、ちょっと何かが上手にならないといけないね。なんかスキル的なことあるでしょ。ね、例えばね。あえて、何かやっぱり努力は必要やと思う。ね。少なからずね。でも、好きなことって好きやから、もう楽しいってしゃあないでしょ？だから夢中になるでしょ？時間さえ忘れて、ね。お腹減ってることさえ忘れて、ね。夢中になるでしょ？ね。好きなことっていうのは、もう努力が努力と思わない。もうただ好きなだけなんやんか。もう面白って面白って。ね、もう仕方がない。でも、そうやって、時期的なことを気にして、ね、で、その時たまたま気持ちが沈んでる時に、始めなきゃ、やらなきゃ、義務、もう義務義務、ね、無理やりモチベーション上げて、ね、もうしんどいでしょ？ね。だから、時期ちょっと気にしすぎちゃいますかって神様が言っとったから、ぜひね、あって思った時に、もうぜひ皆さん行動してみて、ね、ほんとね、些細なことやったら今すぐできると思う、ね、ほんと次の休み、ね、次の休みの日から始めれると思う、ね、次の休み、やってみよう、行ってみようってね、試してみようって思えるやんね、ほんと、なんかこう、ちょっと、ね、時間がかかるような計画が必要な方は、こともすぐスマホで調べ始める。誰かに聞くとか、ね。なんか情報持ってないとか、ね。ぜひね、あーって思った時に、ぜひ皆さんも行動してみてね。これが今回ね、この、泊神社にいてた太陽の神様、女神様からのメッセージね。今回のお話が、あ、すごく、なんか参考になった。なんかちょっとドキッとしたとかね。そうやって思う方は、今回のお話ぜひ参考にしてみてね。そして素晴らしい人生にしていってね。んで、皆さんの大切な方、ね。皆さんの大切な方が、ね。ポジティブ、ネガティブ、ね。気にしすぎてる。ね。時期的なことを気にしてる。そういう方がね。いてるんやったら、ぜひ今回のお話、皆さんの口からね、どうぞ教えてあげて。もう本当このね、やっぱスピリチュアルが苦手な方っていてるから、この動画は別に見せなくてもいいから、ね、本当に、皆さんの大切な方やから、皆さんのね、口からね、皆さんの言葉を使って、ぜひね、悩んでる方がいてたら、ぜひね、このお話、この内容を、教えてあげてね、シェアしてあげてね、それがね、本当皆さんができる神様のお仕事のお手伝いになるんでね。ぜひ、やってあげてね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。